ホタルの生虫白明白母性のカブトムシの一種、ホートリスルシクロシェンズ白明白母性とは、白明と白母の時間帯に、種として活発になる生き物を説明するのに使用される言葉で、ある。クレイプスキアラムとは、ラテン語で白明を意味する。白明白母性は、いわば、中高性と夜行性に対比する言葉である。 白明白母性動物は薄明るい月夜にも活発であると考えられる。普段夜行性動物であると説明される多くの動物が実際には白明白母性動物である。白明白母性の中には明け方にのみ行動する種や白母のみ行動する種も定義される。その行動パターンは捕食者に対する適応であると考えられている。 被食者は日中に活動する一方で、捕食者は夜間に最も活動が活発になる。したがって、白明白母性の修正は、被食者にとって、捕食を減少させると考えられる。暑い地域では、その修正は熱によるストレスを避けつつ、自然光を利用しながら活動する一つの方法とも考えられる。コミミズク白明白母性哺乳類には、レッサーパンダ、猫、犬、 鹿、ヘラジカ、ウサギ、チンチラ、フェレット、モルモット、ハムスター、ネズミ、スカンク、クマネズミ、カピバラなどがある。また、白名白母生鳥類には、アメリカヨタカ、煙突アーマツバメ、アメリカヤマシニ、コモンクイナなどがある。タスマニアタイガーなどのような絶滅した、いくつかの動物も、白名白母性動物であった。いくつかの種では、 捕食者がいないと異なった習性を持つことがある。例えば、コミミズクは、ノスリ類のいる、ガラパゴス諸島では、白明白母性であるが、それ以外では、中高性である。が、甲虫類、ハエ類など白明白母性の昆虫も多数存在する。A.B.Win, フィリップ、Dictionary of Biological Psychology, Taylor and Francis, P194。 ISBN 0415136067ありがとうございます。